皆さん、こんにちは。ということで、えー、本日も、ね、やっていきたいと思います。で今日はです、ね、ヤンキース7対4で、ねえー、勝ったということで、えー、前日はエンゼルスが勝って、今日はヤンキースが勝ったと、えー、いうことになりますね。で、これでまあ1勝1敗ということになっております。で、翔平は4打数2安打、えー、1得点、で、ジャッジ5打数3安打、3打点、51号スリーランということで、えー、ジャッジは2試合連発ということでね、えー、素晴らしいと。 で両チームで、えー、5発の、ね、花火大会でしたね、今日もね。まあ、見てる試合を、ね、こう見てる側からすると、まあ、ホームランが出るっていうのはやっぱり野球の華な,なところがあるので、まあ、それで点が入っているっていうのはまあ、ね、見てる側としては楽しいかなっていう、ねまあ、試合、昨日もそうでしたけどもねほとんどホームランの点っていう感じでしたけども、まあ、そんな感じかなと。 えー、いうふうにね、えー、思いますと。で、初回ですね、えー、ワンナウトから、えー、ベニテンさんいきなりホームランということで、えー、1対0、えー、ヤンキースが先制して、ただ、まあ、ジャッジスタントンはね、三振ということで、まあ、マイちゃんね、この辺はこうしっかり抑えたと。で、その裏、エンゼルスは3人で終了と。で、2回ですね、えー、先頭、リゾが3十五ホームランで、2対0と。 で、ツーアウトから IKF がヒットを打ちますけども、ヒーがアウトで、まあ、1点止まりと。で、その裏、ツーアウトからですね、フォードがヒットで、えー、まさかのスタッシーに行かれるというところでね、まあ、スタッシーこのところ、何十打数1安打とかそういうレベルですよね。だからまあね、舐めてたわけじゃないだろうけど、まさかね、綺麗に持ってかれたねってところでね、えー、2対2これでね、ツーランで同点ということになります。 でシエラがアウトで、まあ、この回は終了と。で3回ですね、えー、DJ にフォアボールを与えて、まあ、ベニテンさんは打ち取ったんですが、まあ、ここも、ね、ジャッジにヒットということで、まあねあのー、これはジャッジが、ね、うまくこう外の球を、ね、捉えたというか救ったというか、うん、投げた球はイちゃんが投げた球としては、まあね、もう OK というかいい球だったんですね。 だからまあヒットで済んだみたいな話なので、うんまあ、ここら辺の攻めは、ねまあ、しっかりしていてよかったと思うんですね。ヒットにはされたんですけどもスタントは打ち取ってでここで、ね、リゾにあのストレートのフォアボールを、ね、与えちゃって満塁と、えー、しちゃったというところですね。でドナルドソンのサードゴロを、まあ、ヒホがまあ悪送球ということで、まあ、4対2、まあ、ここが、ね、痛かったなというところですよね、うん、でまあね。 フォードのね、守備がっていうのはあるんですけど、まあ、なんて言うんでしょうね、うん、中途半端な送球になっちゃったとかね、まあ、いろいろあると思うんですけども、うん、まあ、ここは言いたかったよね、と。で、カブレラは打ち取って、まあ、終わりと。レンゼスは3回裏は3人で終了と。で、4回、えー、ツアウトから DJ にヒット、えー、ベニテンさんにヒットと。で、ここでジャッジにスリーランを打たれるというところで、まあ、これで7対2といって、 ところになってしまったのでまあちょっとねもうこれで試合はね決まった感じはあったんですけども、まあ、7対2そしてまあその後スタントンにヒットを打たれますけどもリゾは抑えて、まあ、とりあえず終了とでその裏エンゼルス3人でねまた終了となっておりましてイちゃんはまあ4回でね降板となりましたで4回8安打7失点自責は5失点 で2フォアボール、4K、3ホームランということになっております。で、まあ、やっぱね、そのエラーっていうのもあったので、えー、毎回失点する形になってしまったんですけども、まあ、1回、2回のね、ホームランはやっぱり左バッターに、まあ、外に投げたかったやつをね、が内になんか入ってっちゃって、まあ、打たれちゃったなって感じだったんですけども、まあ、それ以外のね、そのジャッジとか含めて、それ以外にはまあ、よく投げてたし、 まあ、っすぐも通用してたしねだからまあニューマイちゃんなんであ,あ結構やっぱいいんだなっていう感覚では見てたんですけどもねただまあね3回のその先頭フォアボールとリゾにフォアボールっていうとこが余計だったのかなっていうねえー、ところでまあエラーっていう形でねまあ点は取られたんですけども、まあ、そこが余計だったのかなっていう感じですね でやっぱ4回は熱、ね、アウトから行かれたというところで、まあ、連打されてジャッジにスリーランというところで、ねまあ、カウントもまだ、ねあのー、有利だったんですよねだからもう少し遊ぶ余裕を、ね、持てばよかったんですけども、まあ、外しか投げてないんでねジャッジの頭にもやっぱり外、まあ、低めかまあ高めかっていうところであったと思うんですけどで、まあ、打たれたコース的には高めね まあまあまあいいコースだったと思うんですね。だから、僕的にもっと高め使えばいいのになって思ってて、高めいって打たれちゃったんですけど、ただまああれはジャッジにう,たうまく打たれたというだけで、うん、でも打ち取るならああいうとこも投げておかないとっていうところだったんですけどもね。うん。ただあそこもボールゾーンでも良かったかなっていう感じですよね。高めに投げたのもね。カウンター有利だったので。で、まあジャッジにね、打たれたのは打たれたんですけども、まああそこでね、こう、 なんだろう、歩かせるというか、まあ最悪い,いかなみたいな余裕もなかったっていう感じですかね。でね、3回のね、やっぱこともあったので、そのね、歩かしたくないっていうか、満塁にしたくないっていうまあ考えもあったのかもしれないんですけど、まあ結果ね、スリーラン打たれたんで、まあスタントンの方がまだね、良かったかなっていうのはあったかなと。スタントンはなんか、まあその後スタントンをヒット打ったりしてんですが、ただまあ、 大丈夫ってぐらいなんか全く合ってなかったっすよね、スタントンがね。だからまあその辺の、うん、まあ余裕はね、なかったのかなと。満塁にしてもいいかみたいなね。まあもちろん満塁にしたいやつはいないんだけど、ただやっぱね、うん、ジャッジとしてはなんかストライクゾーン投げたらね、行くって感じなので、うん、まあそういう余裕も必要だったのかなと。うん、マイちゃんね。ただまあその序盤の投げてた球はいい球ではあったかなっていう印象なのでね、まあ結構点は取られましたけども。 うんまあ、そんな印象ですかね。で、5回からね、トゥーさんに変わりまして、えーまあ、5回は3人と、でその裏、フォードね、2試合連発ということで、なんなんでしょうね、なんでフォードに打たれるのかというところですけどもね、まあ、彼が調子が今いいのか、だって今シーズンホームラン打ってなかったわけですよね、まあ、そんな試合出てないけども。 うん、ちょっとよくわかんないけどもね、まあ気抜いてんだから知らないけども、まあ2試合連発と。で、6回裏も、えー、ツアウトからね、翔平ヒットで出ましたけども、えー、盗塁失敗ということで、まあ今日のも、あのー、塁離れちゃったっていうか、滑り込んで離れちゃったっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりなんかね、うん、失敗が多いっていう感じですよね。ただまあタイミング的にどうなんだっていうね、今日のもそうですけど、やっぱりタッチをこう、 素早くする練習をしてるなっていうところですよね。うん。今まで練習、そういうところもやってきてなかったのを、さらにやってるからね、まあ、うい選手はどんどん上手くなってるって感じでしょうかね。で、7回裏ですね、えー、ヒホがね、先頭で、えー、出ますけども、えー、その後は3人凡退と。で、8回は両チーム3人で終了して、えー、9回ジャッジヒットですけども、まあ、後続が倒れて、 9回裏、ワンアウトから翔平の、ね、ツーベースと、でツーアウトになって、ウォード,ォードのポテンでカブレラがねちょっと取れずにまあ7対4ということででですねでその後はダフィが抑え倒れてヤンキースが勝ったという感じになりますでまあ、ヤンキースとしてはですねあの先発のタイまンが、ね え途中でねこう打球が当たったので2回まあ降板というね感じになってしまったとえいうことなんですけどもまあただ、そのあと6人かなでしのいだということでまあ点はね追加されて取られましたけどもまあその後6人でなんとかこうね緊急降板みたいな形ではあったわけなんですけどもねまあなんとかしのいだということで良かったかなというところですねヤンキースとしては。 で、体温がまた離脱しちゃうとね、ヤンキースとしてはまた離脱組がまた増えちゃうということなんですけど、まあ一応なんか骨は折れてないっていうことでね、えー、打撲だろうって話なので、まあそれについては良かったのかなと。で、エンゼルスもイちゃんの後ね、トゥーさんが5イニング1アンダー1フォアボールということで、まああの、いつもね、フォアボール請求がっていう話ではあるんですけども、 まあ今日はですね、えー、フォアボール1個と、まあその後1安打に抑えてるってことでね、えー、やっぱりその辺がちゃんと投げられればね、球自体はいいのでっていうところですよね。うん。ら自らピンチを招かなければ、それなりに投げられるってことが、まあやっぱりね、フォアボール少ないといいピッチングしてるっていうことでね、わ、えー、かるかなと思いますね。でまあね、その、舞ちゃんの後ね、一、えー、人で投げたっていうのもあるし、5回をね。で、まあ、 ね、結果、エンゼルス負けましたけども一応こう、ね、その後しっかりと抑えて、まあ、どうなるか分からないわけですから、まあ、その攻撃反撃が、ねえー、を待つという形で、まあ、その後ね点を取られなかったとっいうことについては、ね、非常に、えー、トゥーさん素晴らしいピッチングだったのかなというところですね。で、前日、ね、ジャッジはフォアボールというかあの申告敬遠祭りがありまして、まあ、今日は打順を、ね、入れ替えてきたんですよね。 でまあ、ジャッジとの勝負をするしかなくなった状態に、うん、だからまあ、そういう状態を作れたっていうのを、ね、ヤンキースとしては良、まあ、かったというところですよね。でやっぱ、えー、ジャッジについてはストライクゾーンにきちゃ投げちゃったらもう全部当たんじゃないかみたいなね、やっぱ今ちょっとょ状態いいかなってね、気がしますね。今日もまあ、ヒホがいい感じで取ったのもあったし、 ね、だから、あれ抜けてりゃツーベースみたいなのありましたよね。あれも含めたらまあ4つは、えー、いい当たりしてるんですよね。5打席あるのか、5打席中4つはいい当たりという感じだったので、やっぱりうーんストライクゾーン投げちゃだめだねっていう感じはしましたね。でまあ、演説としてはジジャッジに えー、打たれたっていうのはもちろんあるんですけどやっぱ3回のミスは痛かったなっていう感じですねでやっぱフォードももう少しなんとかできないのかなっていう感じですねあのー、今日もあのねベラスケのいいね守備があったけど足が離れちゃったみたいなね、まあ、あれも早急がそれてるって言えばそれてるんですけどもなんかねまあちょっと厳しい感じだと何でしょうね体が硬すぎるというかね、うん、伸び 切れてないといとうかね、うん、やっぱりなんだろうなぁこうメジャーに定着できてないというかね、うん、そういう感じがまあここに出てるかなっていう気がしますよねうん,なんかもともとファーストはファーストなわけなんでねなんかファーストの守備っていうか体の硬さじゃないなって感じですよねうんまあなんかそんなイメージを持ってましたねちょっとこのところ見ててねであのほあのね 本のやつもですねまああれも中途半端だったんだけどやっぱりなんかもう何て言うんだろうファーストの素人がやってるみたいな顔を背けちゃってるんですよね中途半端なバウンドはバウンドなんですけどでかやっぱなんか、うん、そこもファーストかっていう感じのね、うん、動きではあるのかなっていうのはちょっと見てて思っちゃったんですけども、うん、でまああれもねヒホンやっぱり早急難がね結構たまに出ちゃうのがあって もうちょいこう、まあ、本人的にどうなのかわかんないですけど、もマジで思いっきり全部投げてるっていう見え方がしちゃうんですよね。だからあれだとね、やっぱりなんて言うんだろう、コントロールの確率とかが悪くなる気がするんだよね。でね、ただまあ、なんでしょう、8割ぐらいで投げていい感じに投げられるかって言ったら本人はよくわかんないんですよね。うん、そ,れじゃそれだと投げらんないかもしれないし。 でまあ、彼はいろんなところを守らされてるっていうのもあるかもしれないんですが、ちょっとなんかね、何、まあ、て言うんでしょうね、思いっきり投げすぎなのかなっていう気もしますけどもね。で、その打球、ベラスケが、ね、後ろにいたので、まあ、彼に、ね、取らせてもよかったかなっていうところなんですけども、まあ、そんなの一瞬の判断で、まあね、飛び込んで取ってるわけだから、まあ、できないわけですけど。 ただまあベラスケも取れる位置にはいたので、ね、ベラスケにスルーしてベラスケが取って投げた方がまが投げやすさはあったかなという感じですよね。うんでまあそのファーストのことを見てると、ね、ウォルシュが懐かしいなと、うん、思っている方がこの、ね、数日で、えー、多くいるんじゃないかと、まあ、ウォルシュもベンチで見てますよね。うん まあそんな感じでね、えー、ちょっとファーストの守備についてはまあ思ったかなっていう感じですね。で、ヤンキースとしてはね、昨日はね、あのー、翔平の前にこうランナーが出てるとかっていうことがあったんですけども、き、まあ、今日はですね、フレッチとトラウトを、えー、2人で8の0ということで,で、フォアボールもなんもないということでね、まあ、抑え込めたっていうのも、えー、ヤンキース側としてはね、大きくて、まあ、翔平には、とりあえずホームラン打たれなきゃいいかみたいなね。う 感じで投げられたのかなってところですよ、ね、なのでまあ今日はまあそういう感じだったかなとやっぱりランナー貯めて翔平に回すランナー貯めてジャッジ回すまあこれが両チームのこうね勝点が入るかどうかみたいな話になってくるとは思うのでね、うん、まあだからそういう感じですかねあとまあ今日全体としてこう見ててね、えー、大丈夫かっていうのはスタントンとシエラがねなんか 大丈夫かかっっていうう、ね、感じでではあったかなと思うんですよねで、まあ、スタントも復帰した試合は多分打った気がするんですけど、まあ、なんか今日は本当ねあのフライ打ったやつもセンターぐらいになったやつかなあれも完全に捉えられるでしょみたいな、ね、甘い球だったんだけど、ね、捉えきれてないっていうのもあるしねで普通にまっすぐとかもタイミング全く合ってないんですよね。 スタントン、もうちょい頑張ってくれって感じですけど、まあ、ね、調子の波はあるにしろ、ちょっとなんか、全然打てそうもないみたいなね、ヒットは出たんですけど、ただなんか、見た感じ、打てそうもないっていうのがね、やっぱ一番スタントンあったかなっていうのと、えー、まあシエラはまあ、もともとそんなに打ってるわけじゃないんですけど、なんか今日、大丈夫かって感じでしたね。うん、というふうに、まあ、この2人、大丈夫かっていうふうにはちょっと、 試合を通した中でね、うん、思ったというところですね。で、まあ、明日がそのエンゼルスとね、ヤンキース、えーまあ、3連戦最後となりますけども、明日がコールとサンドバルでしたっけね。なので、まあ、これも楽しみなこう戦いというかね、うん、試合にはなるのかなと思いますし、まあ、ヤンキースとしてはまあコールで勝てるかどうかっていうのもあるし、 まあ、サンドバルは、ねえー、そのフォアボール問題、うん、というところを、まあ、どうにかね、えーまあ、このところいいですから、まあ、そこをどうにかできればっていいピッチングができるはずなのでね、まあ、楽しみですし、まあ、コールとしては、まあ、なんかよく分かんないけどめっちゃホームランを打たれる時ときがあるんで、まあ明日はいいコールなのか悪いコールなのか、まあ、それによってっていうところですね。でまあ、コール対、えー、翔平と いう戦いはやっぱり非常に注目されるんじゃないかなと思うので、まあ、そこも楽しみだしねうんまあサンドバルがジャッジとどういう戦いをするかっていうところと、まあ、ジャッジの前をどうさばいていくかっていうところかなうんまあ両チームそうですよねうん翔平とジャッジの前をどうさばいていくかというところでまあだいぶ変わってくるかなというところですねでその後ろの方に気抜いてるとまあ一発いかれるっていうことになるのでまあその辺もケアしつつですが まあやっぱジャッジと翔平の前をケア、まあここが最重要っていうところですよね。まあそれによってだいぶね、えー、変わってくると思うのでまあ、その辺も注目しつつ明日コールと、えー、サンドバルの投げ合いに注目と、えー、いうことになりますね。ということで本日の、ね、エンゼルスとヤンキース情報でしたえ続いて、ね、昨日、エンゼルス、ね、リリースした、えー、チャベス。 ですけどもブレブスに戻るって感じになるみたいでね、まあ、トレードでね、えー、取ってきて、まあ、エンゼルスは、まあ、リリースして、まあ、ブレブスまた取ったって感じですね、うん、まあ面白いねなんかこれをねで今日フィリーズ、えー、3対12で、まあ、ダイヤモンドバックスに負けちゃってるということでちょっとね、えー、うんカイチームっていう感じに負けちゃうのは厳しいんですけどもまあマーシュ3打数2安打 で9 5本ースリーランホームランということで、まあ、このフィリーズの3点っていうのはマーシュが取ったっていう感じですね。いや、しかしでも、うん、ノラが8失点ということでね、まあ、ちょっと、えー、ノラで負けちゃってるっていう感じなんだよね、うん。ちょっと厳しいなという感じですね。まあでもマーシュ打てたのでね、まあ良かったし、えー、2桁本塁打届きそうな気がするので、 まあ,あと1本ね、とりあえずシーズン中に打ってほしいということですね。で、鈴木の誠也さんが2安だということで,で、あと翔平が次が中6で、えー、アストロズ戦ということで、まあ、次中6にすんのねっていう感じね。で、まあそれでいって、まあ他のね、ーテの、あのー、休みがあって、ローテのね、えー、他の投手の兼ね合いもあると思うんですけど、 そうなっていくとあと5しか投げられないと思うんですよね。だからどっかでまあ、1回詰めるとは思うんですよね。うん。だからまあ、ただアストロズ、アストルズってなりそうなので、まあそこはね、えー、まあ厳しい相手であるとは思うんですけども、どっかで1回詰めるのかな。そうするとまあ、あと6等番ぐらいはできるような感じだとは思うので、まあそういう感じになるんでしょうかね。うん。で、あとね、筒香さんもそうだし、 えー、沢村さんがね、まだちょっと取ってくるチームがいないねということで、明日までですかね、あのロースターのね期限が、と思うので、まあ明日までにね入れないと、フォストシーズンはちょっとっていうところになっちゃうので、まあね、どっか取ってくれるといいし、筒香さんも上げてもらえたらいいんですけどもね、ただまあ、ブルージェイズ、誰か取ったよね、野手ね。だからまあ、うん 微妙なのかもしれないけど、まあ、一応ねヒットとかホームランは出てると思うんですけど、あのトリプル A イでね、まあ、ちょっとその辺分かりませんけどもね、明日、期限だと思うので、うん、上がってもらえたらいいし、取ってもらえたらいいなっていうところですよね。で、あとですね、えー、山崎康明さんね、えー、d n a の、彼が、まあ、ポスティングかな、で来シーズン。 挑戦するみたいなの出てましたけども、まあ本当が分かんないですけどね。ただまあその予定なのかな。うん。まあね、リリーフピッチャーあんまりこうね、昔結構一時期行ったと思うんだけど、最近あんま行かないっていうかね。うん。まあ沢村さんはそうだけど、まあ平野さんとか、あと誰かいましたっけ。その辺だよね。だからあんまりこう、ね。 リリーフの方がまあ、ね、結構やれそうな選手いると思うんだけどもね、うんまあんま行かないよなってイメージなんですけども、まあ、もしね、ポスティングで取、えー、るとこがあればね、面白いと思うのでね、まあ、ぜひね、えー、決まったらいいなと、うん、ポスティングねで。あと、千賀さんも行くのかななんか海外 FA は取れて撮れるんだよね、確かね。だから まあ千賀さんも行けるのかどうかはよくわかんないんだけど、まあね、希望はあったと思うので,、ねであのー、ソフトバンクと契約したけどオプトアウト OK のやつなのでおそらくまあそれは、ね、メジャーに行く場合は、まあ、オプトアウトっていうか、ね、やって、まあ、メジャーに、ね、海外 FA で行くということなんでしょうけども、ね、だからまあ行くんじゃないかっていうふうには言われてますけどそれも楽しみだなっていうところですよね。 でマックも一応ね、ね海外 FA 取りましたってからね出てましたけどもどうなんですかね、マー君、ね、戻るのかもうこのままいるのかっていうところですけどもねなんか1年いて戻るって感じだったらなんありえるのかなと思ったんだけどまあ今ね、ね日本でやっちゃってるし、まあ、どうなんでしょうもう1回ヤンキースで見たいっていう気持ちあったんですけどもねちょっと可能性が低くなっちゃってきてるのかなっていうのは思うんですよね。うん まあ、どうか分かりませんけどもね、うん、まあ、その FA してヤンキースが取るかもわからないしね、現状ね、ただまあね、今、前のね、状態でマー君がヤンキースいたら、まあ、よかったなっていうね、状態ではあると思うんですけども、まあ、その辺もどうなるかね、えー、来シーズンに向けては楽しみかなというところですね。ということで、えー、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、フロー、コメントよろしくお願いします。では、終わります。 えー、まあここからね雑談ということで、えー、まあやっぱりね昨日も、ね、MVP の話をねするとね、えー、まあその現状を議論してもしょうがないというね話をしましたがまあやっぱりね、えー、こうだこうだっていうねコメントは来るわけなんですけどもまあ結局、現状を、ね、議論してもしょうがないんですけどもまあ要はねジャッジのファンだったらまあこんだけ売ってんだからジャッジだろうっていうことになるし 翔平のファンだったら、まあ二刀流でこんだけやってんだから翔平に決まってんだろうってなるのは当たり前な話でね。まあ僕からするとまあどっちが取ってもいい,いいって感じなんですけども、まあそのね、ヤンキースファンだったらやっぱジャッジだろうし、まあエンファンだったら翔平だろうしってなるのは当たり前な話なわけですよね。うん、だ結局投票する人間がどうするかなんですけども、まあだからね、 で見ればいいいんじゃないかっていうねコメントもありましたけどもまあそうなるとね現状やっぱジャッジが優勢と言われてるところにはなってくるとは思うんですよね8.1でしょが七が7.2でまあその打つ方が3.1なんだよねで去年はねえ打つ方の方が大きかったわけですねーがねだからこれがまあ打つ方もね4とか行ってくればまあねっていう話なんですようんらくね僕が思うにはって昨日も言ったと思うんですけどもね で、まあ、ジャッジがなんでこうね、ジャッジだって騒がれてるのかっていうのは、やっぱりそのホームラン数の圧倒的なね、えー、ことですよね。要は、例えばね、50何本とか過去に打っているシーズンがね、あると思うんですけど、近年ね。ただ、周りも結構同じぐらい打ってて、こんなに飛び抜けてはないんですよね。まあ、最終的にどうなるかはまだわからないんでっていう話なんですけどね。まあ、何回も言ってるんですが。ただ、現状で、 MLB 全体としてもジャッジが51本で,で次が、まあ、ナショナルリーグなんだけど、えー、シュアバーでしょでゴールドシュミットが36、33でアロンソが31で次の31がアルバレスなんですねでベッツライリーとかって言いますけども、まあ、MLB の全体両リーグ通してもやっぱ飛び抜けてんだよねでこれがやっぱりそのボール問題とかいろいろありつつ過去のやっぱり ホームランが出てる、いっぱい出てる時っていうのは、まあ、やっぱボールももっと飛んでる時代だったろうし、で、さらに周りもね、えー、それに伴って、その、50本打っても、まあ59の時とかね、スタントが59の時っていうのはジャッジは52かなっていうことで、そんなにね、飛び抜けたって感じはね、近年はないと思うんですが、今やっぱ飛び抜けてるよねっていうところで、 まあその状態で、周りがねそんなに打ってない状態で飛び抜けてるっていうのが、ジャッジだろうっていうね印象を与えてるところでもあると思うんですよね。うん、と僕は思うということですよ。なので、これでね周りが例えば48とかあってね今打ってると、そんなにねまあ他も打ってるからっていうので、印象的にはちょっと下がってくると思うんですけどね。ただそこですね。うん だから、その二刀流をやっている大谷翔平とこんだけ飛び抜けているジャッジとっていうところの、まあうん、考え方のところかなっていうところですね。なので、今、ジャッジが優勢だろうと言われているところなんですけどもただ、このまま打つか分からないし、まあ、やっぱりね、昨のの感じを見て,くる,見てるとね、うん、この後まあと、ね、ポストシーズンかかっているところでやると、まあ、余計に打たせてもらえないだろうなっていうのがあるので。 まあ、どそれがどうかですよね。うん、だからやっぱり周りの,その前後の選手のサポートが必要ではあると思うんですけども、まあ、それで60発いってあとは翔平の打つ方の、まあ、成績がどうかですね多分投げる方はねそんなにもう大丈夫だと思うんだよね翔平の、ね、投げるのはねそんなに悪くならないと思うので僕が思うにはねだからそれなりに安定しては投げると思うんですよ。 ただその投球回に関してはその毎回6投げるっていうのは厳しい話だよねっていうのは前言ってるのでそこはちょっとね一回失敗しちゃうとっていうのがあるからわかんないんですけどもその後6登板やるとしてねその内容としてはまあそのそんなに悪くはならないはずなんですね翔平のピッチングのねだからあとはまあ打つ方でまあこのところねホームラン打ってますしそれを上げてってまあ40発 っていうところで、打つ方の成績も上げていけば、まあ、可能性は出てくると思うんですよね。うん。まあ、現状でも可能性はね、あると思うんですけど、ただ、ジャッジが優勢と言われている中で、翔平が来たってなるには、そこだなって、昨日も言ってると思うんですけどね。まあ、そこかなと思いますね。だから、ジャッジにこう追いついていく選手がいれば、また変わってくると思うしで、あとは翔平の打つ方だなっていう感じですね、僕の思いはね。うん という感じとなっております。ということで。まあだから結局ね、えー、こんなこと言ってますが、最終結果を見てみなきゃわからないしっていうところなのでね。うん。だから両方が60本、ね、ジャッジが60発、翔平が40発で、ピッチャーもそれなりにあと6等番投げられたっていうところにね、着地してくれたら、えー、まあこれはね、嬉しいことですしね。まあだからとりあえずね、怪我なくと、あとコロナになっちゃったとかない、なく、 え、あと一ヶ月ちょっと過ごせれば、とりあえずそれはそれでいいのかなっていうところですね。そうなってくれば、それなりの成績はね、両者とも出してくると思うので、うん、まあ、そこを楽しみつつですよね。うん。というふうに思いますね。ということで、えー、まあ、今日もね、こんな感じで雑談終わりたいと思います。